ちょっとね、ヨット行きます。ヨットで、アイテムだけ回収してこよう、ちょっと。とりあえずね。とりあえずアイテム回収してから、やりましょうか。ね、まあ、いつものことですけどね。ちょっと向こうの、なんだっけ、集落の方まで、取りに行くのめんどくさいんで、この辺でちょっと、軽くスナックバーとか取って。え？亀が。亀来たよ、亀。亀。うわ、亀来た。亀が飛んできたけど。もしもし？亀飛んできたけど。あ、押されてる、押されてる。めっちゃ押されてるけど。なんで亀入ってくるの？この。か、あ、もう、え？ちょっと待って、2匹来た。2匹来たぞ。亀が侵入してきましたけど、うちのヨットに。うちのヨットって、まあ私のヨットじゃないですけど、誰かのヨットですけど。あ、亀入ってくるのね、これ。しかも泳いでるけど。まあ、そこ水じゃないぞ、泳いでるけど。泳いでますけどね、君たち。そこ、押すな、押すな。押すんじゃない。え、どうなってんの、これ。下にいるのか？下から押されてる感じなのね。下から押されてる感じなのね、これね。何？懐いてんの、この人たちは。この人たちは、私に懐いてるんですかね、この亀たちは。めっちゃ押されてるけど、上の方まで押し上げられてるけど。めっちゃ押されてるわ。あ、そう、女、入ってきたことなかったような気がするけど、はい、前から入ってくる感じでしたかね。 あまり覚え、ヨットに長いこといたことないんでわかんないですけど、前から入ってきたっけ？あんまり見たことないような気がするんだけど、あんまり見たことないような。しかも懐いてるね、これ。プレイヤーの後追っかけてくるのかな？あ、ついてくるね、ちゃんとね。ついてくるんですね。なんだ？お前ペットか。お前こそペットか。亀飼えるのかな？亀が飼えるのか。亀も飼えるフォレストでございます。一匹どっか行っちゃったけど、一匹逃げたか。さすがに柵とかないんでね。逃げちゃうのね。あ、いなくなったわ。ああ、一匹逃げられた。逃げられたってか。おお、雨降ってきた。雷。なるほどね。これででもここに、あ、いるじゃん。抱き合ってる。抱擁をかましてる。再会。感動の再会みたいな。兄弟みたいな。抱擁してましたけど、今。あ、でもここ、じゃ食料困らないじゃないですかね。待ってて亀来るんならね。ねえ、水もあるし。亀の甲羅で水、ねえ、水がめ作っときゃいいし、セーブもできるし、もうずっとここで生活できるじゃないですか、これ。ねえ、一生もヨットの上で生活できるよ、これ。めっちゃ懐いてるけど。竜宮城に連れてけ、お前たち。竜宮城。さらに快適な場所へ、もう島の外に連れ出してくれ、お前たち。こっち行ったらついてくる？ついてくるね。来るね。いいね。かわいいね。かわいいね。亀たち。そして一匹どっか行っちゃうのね。か、うん、いるか？いる、いないよね。必ず一匹どっか行っちゃうの。こっちに来れるのは一匹だけなのか？そんなことないよね。あ、来る来る来る。はい、来るよ。来るよ。迫ってくるよ。押されてる？押されてるなぁ。なんだろうね。懐いてくるんだね。プレイヤーを追従するように、されてるんでしょうね。設定されてるんでしょうね。あ、待って、登ってる、この人。あ、そこは何？ そこは そこは海じゃないのか。あ、君の中でそこは海じゃないのね。ソファーの上だからね。あ、ね、あ、こっちは、あ、3匹になった。あ、こっちは海なのね。なるほど。床は海なの。椅子に登ったら陸なのね。全然動いてないけどね、この人。進めてないけども、全く 全く進んでないけど。ああね、そこは陸なんだね。まあ、全然動いてないけど、全然進んでないけど。なるほど。じゃあみんなここに上げちゃえば面白いんじゃない？みんなここに上がんないかな。あ、いなくなった。あ、降りたのか。しまった、落ちちゃった、下に。で、どうやって上がったんだろう、こいつ。上がれそうにないけどね。上がれそうにないけど、どうやって上がったんだ、今のやつは。上がってこないかな。全員ここにあげたいね。ここで、
よちよちしてほしいな。邪魔だからね。廊下を泳がれると邪魔だからね。通路にね、通るのにね。通行の邪魔だから、廊下を歩く 泳がれると。こっちも行けたような気がするけどな。こっち行けなかったっけ？しゃがまなきゃ。ん？ちょっと待って、しゃがんだらいけるか。行けないのか？いや、行けたで。あ、行ける行ける。こっち上がってこないかな。 こっちに上がってこないかな。あ、増えた。 4匹になった。亀4匹になった。ちょ待って、ちょ待って、ちょ待ってね。みんな集まれ。集まれ、みんな。 4匹集まれ。集まってこないのか？お、お前引っかかってんじゃないよ。そこの君。引っかかってんじゃない。引っかかってんじゃない。こっちこっちこっち。出てこい、出てこい。よしよし。あ、1匹いなくなったね、また。3匹になっちゃった。せっかく4匹になったのに。あ、いるじゃん、いるじゃん。いるいるいる。集まれ、集まれ。集まれ。うわ、めっちゃうじゃうじゃいる。うじゃうじゃ。これでも食料困らないよね、多分ね。このまましとけばね。かわいいもんだね、カメもね。でもなんか陸でね、砂浜辺で出会った時は別に追いかけてこなかったような気がするんだけど、水の中だとこうプレイヤーを追いかけるというか、そういう設定になってるのかな。一応これ水の中のつもりなんだよね。泳いでるからね。これ外から見たらどうなんだ。外に行ったら外に出てくるのかな、こいつら。出てこないのか。この船底からニョキって出てくるかと思ったけど、ああ、来たね。あ、来たけど、回り込んできた感じ。あ、で、ちゃんとプレイヤーに プレイヤーに懐、あ、そうだね。海の中で出会うと多分プレイヤーに懐いてくるんでしょうね。まあ、そういう仕様なんでしょうね。なるほどね。で、集まってくるんだ。集まってくるのね。そういえば、サメが復活したっていうのがね、更新情報に書いてあったんですけど、サメいるかな？まだ見たことないんですけど。昔はね、このヨットに来るの命がけだったんですけど、サメがうようよしてたんで。 いつの間にかサメがいなくなってね、自由に行き来できるようになったんですけど、またサメが復活したっていうね、更新情報があったんで、いるのかな？見たことないけど、あ、いるじゃん、いるじゃん。いて、噛まれた、噛まれた。あ、でも一撃死じゃなくなった。前ね、サメ噛まれたらね、一撃で死んだりしてたんですけど、あ、久しぶりに見たサメが泳いでるとこ。久しぶりに見たね、サメ。いて、尻尾、尻尾。尻尾に叩かれた。ああ、久しぶりにサメが泳いでるとこ見た。かっこいいね、やっぱサメね。ただこう、サメ倒せないんだよな。相手噛まれた。噛まれた。噛まれた。あ、死ぬ。さすがに2回噛まれりゃ死ぬか。死んだか。あ、死んだね、これ。あ、死んだわ。やっぱサメに噛まれると、ワンチャンないんだね。サメに噛まれるとワンチャン、もうタイトル画面戻っちゃった。サメに噛まれるとワンチャンないんですね。なるほど。はい。ということで、ちょっと短めかもしれませんけど、今回はこの辺で失礼したいと思います。狼さんでございました。ありがとうございました。